下関から出てのドリーマーズハイさん、ね、2019年から開業ということでね、ちょっと楽しみ、ね、水深コースの今ね 40m ラインのところ入ってるんですけど、まずはね朝一番ちょっとクエのポイントということで少し強気でいきましょう。場所によってはね当然ヒラマサブリ青いのがね、狙えるエリア、ロトはメタルイッチクエストアルファね、こちら685一番強い子で、ジグは、朝一番こちらですね、スローブランド R の200これから入ります。様子見ながらねローテーションさせてきますけども、久々のオフショアなんでね、緊張してますけどね、気合入ります。少しね今北西吹いてきて季節12月の中旬なんですね。若干、水温がこう下降していくそんなタイミングの釣りになります。ではね、朝一番早速行ってきましょう。水深 40m、ここから流していきます。いやー気持ちいい。ちょっとね昨日の夜ね雨降ってたから今日どうなるかなと思ったんですけどね、まあ、相変わらず風は僕ちょっと連れてきちゃうもんで、ね、まずはここの、ポイント最初に入ったところはね、まあ、根魚、特にねクエが出るという形で、ボトムをね今ね中心に釣っているような状況ですね。ラインは今ねこれスーパーコンダクター 2.5 5% だけねちょっと強め入れて、当日はね、まあ、この風なんで、まあ、船の流れ方、それからね波の状況というのを見ながらね釣っていきます。で今現在ね水深 40m なんですけども、ジグ自体はね、ウェイト重いジグを使ってます。でこれはね、まあ、こと旗のタグに関しては少しシルエットがね大きいジグ、これにね大型が当たってくることが多いんですね。なんで、まあ、釣り始めこと、いいタイミングの時間帯は少しね強めアピール、これをねしていこうという形で、まあ、ロッドもね強め、ジグもシルエット大きくという形で今探りを入れているそんな状態ですね。よし、来たね。だからね、今のところで少しだけ気になるロングの話なんですけど、ロングのちょっと小さい動きターゲットのところですね。スーパーでも200、ボトム付近でね今、魚当たってきましたけどねこちらはね、エソでございます。かなり極太サイズ、最初こそ引くんですけどね、あとはもう重いだけといった形ですけども、エソでございます。大サイズですよ。サイズがね、当日、乗った、まあ、ドリーマーズハイさん、近海をね比較的こう近場のエリアを、テンポよく釣っていくと、いったことが、ね、できるんですね。で、まあ、フィールドとしてはねそれこそ大型の青物、旗、いろいろな魚が狙えるエリアという形でね、このスローの釣り、非常にねターゲット多彩に狙っていくことができるという形でね、これからもねちょっといろいろ開拓しがいのあるエリアなんですよね。ここでですね、5番の、ロックス85からですねメタル1クエストアルファ634にね持ち替えます。で基本的に、まあ、スロージギングはね魚のこう活性に合わせて竿を持ち替えていくという形で、魚の活性が高ければ、ジグのアクションも大きめ、まあ、イコール、交番手のロッドですね685
でそこからですね、日中どんどん魚の活性が下がっていくようであれば、それに合わせてロッドパワーを落として、ジグの動きをナチュラルにしていこうというのが、まあ、基本的な考え方になりますんでね、ある程度軸になるロッド、これを決めて、そこからね魚の活性を見極めてロッドをセレクトしていくという形になります。ことね、ロックフィッシュ、ハタの類狙っていく際には、地形の変化というのがね非常に重要な要素になってきます。で、まあ、この間キャプテンとね相談しながらベイトの溜まっている場所、加えて地形変化があると、いったようなところをね釣っていこうという形です。ちょっとね水深の深いところまで、先ほど40メーターライン、今ねほぼ60メーター56ぐらいから、ここからね少しずつこう地形駆け上がっていくような形ですね。ちょっとね朝一発目はねちょっとでかい旗を狙いたいなという形で今、下の変化、地形変化ですね、釣っていくような格好になります。ね、まあ、旗もねこう鋭力のある旗、例えばですね、まあクエも時間帯によるんですけども、マズメ時は比較的鋭力あるんでね、上の方まで追ってきやすい魚です。でキジハタもベイトに突き出すと泳ぎますね。で、まあ、大門ハタなんか完全にベイトにつくと、で逆にまあ根にべったり張り付くのが赤ハタであったりという形で、まあ、同じハタでも、比較的この鋭力であったりとかレンジもしくは、根につくつき方がですね異なるんですね。まあ、そういう意味でね、時間帯それから狙うターゲットに合わせて誘っていく距離、これをね、調整していきます。まだね活性が高いこの時間帯、少しね、広めに釣っていくといった形です。とこう駆け上がるその壁沿いにこういるイメージなんですよね。さあ持ち替えますね。ここからね今685から、634ですね、差を持ち替えていきます。同時にね、ジグのタイプも、R、まあ、シルエットの大きくて、まあ少しね尻下がりでズババッと落ちていく R からですね、ジグを今これロング L ですね、スローブラッドの L に持ち替えて、まあ、落とし方それからアクションの違いでどう出るか、反応がねどう変わるかというのをちょっと見ていきます。そうなってくるとこうベイトのねその下のレンジまで自分可能性があって、こう浮いてる魚なんかねロングホール使いながらちょっと幅広く下げていきましょう。このようにね竿を立てて糸をフリーで落としていく、でそのね落としていく間はバイトチャンスという格好で誘っていく、これがねいわゆるロングホールという釣り方になります。基本的にねスロージギングの場合は上方向で見せて、下方向ジグがね落ちていく、そのホールの合間がねバイトチャンスになることが非常に多いんですね。そういう形でね当日、当たりの出る、方向、まあ、上方向に着という時も当然出るんですけども、ホールに集中するようであればこのように、ホール時間をね長く操作していきます。ジグもね、スローブラッドの SRL と、3種類あるんですけども、上方向に行く時のその滑走の距離もねそれぞれモデルによって変わってきます。シルエット落とすわ、でロッドも持ち替えます。今4番、ね、5番、4番、3番まで落としましょう。でここでさらにねロッドを、ローパワーに持ち替えます。633ですね。でこのようにね、魚の活性、まあ、当日ね、朝一番なかなか今口使ってない状況なんでね、ロッドをローパワーに落としながら、魚の反応を見ていこうと、いった流れでね、
ジグはねスローブラッドの今度はね今 S です。シリーズ中ではね最もコンパクトなシルエットで、まあ、フォールの体勢としては真横に落ちていきますんでスピード自体はかなりスローなんですね。で、まあ、これで反応探っていこうという形で探っていきます。でまあ、なおかつね旗狙いの場合、まあ、例えばベイトフィッシュにつく以外にね甲殻類をこう食うこともあるんですね。で、まあ、先ほどねちょっとちょっかい出してくる魚これの正体を見極めようという形でちょっとジグのタイプも変えて甲殻類イメージでね、今落としていったところ反応はねこのようにね敵面に変わってくるんですね。で、まあ、こういったね魚の反応一つずつね見ていくことでねロッドのパワーそれからジグのタイプでこういうのが一つずつヒントになっていくという形でねこれらを一つずつ積み上げていくことで、まあ、スロージギングね最終的に答え合わせしていこうというここがねスロージギングの醍醐味なんですね。ここでね結構ねちょっかい出してきますね魚がね。でさらに今ロッドパワーを落としていこうという形で632まで今落とします。で加えてね、ジグのシルエットを落として今反応が出てるんで、ジグのサイズの方もね今これ R の80ですね、かなりこう、コンパクトで、まあ、どちらかというとかなりこうライトなブルーに入るウェイトになるんですけども、まあ、これでねちょっと反応見ようという形でね、これコットンキャンディーの R80g ですね。ここでも、フォールにね当たってきてますね。イカがちょっかい出してるんですよ。下から3メーターぐらい。でこれでね、まあ、ジグのアクションはかなり、ソフトにでかつ誘っていく推進もこれで今絞れてきてるといったところでね、あとはこのちょっかいを出してる魚の正体を見ようと。いう形ですね。おや。これがちょっかいだ。でここでね、チャリコマダイの幼魚なんですけども、このサイズがねもしかしてちょっとちょっかいを出しているとただね、いろんなねちょっと当たりもありますんでねさらに、また様子を見ていこうという形でポイントもね、移動しながら今、釣りをしています。まあ、当日ねこんな荒れ模様なんですけども、まあ、魚自体の、ね、反応はあります。でそういう時はね、ちょっとね当たりのあるところ集中して再現性のあるところを、ね、求めていこうといった形で今ポイント点々としているそんな状況です。まあ、ここでロッドパワーが合ってきてなおかつねジグのウェイト合ってくると今メタルウィッチクエストの α632、これにねスローブラッドの R80 です。ジグは、R の80あったりタイでしたね。ここで当たってきたのがマダイですね。クエストアルファ632ね、スローブラッド R の80コットンキャンディーです ね、多彩な魚が狙える、スロージギングだけね、さらにポイント走らせます。で、まあ、もちろんね釣りたいターゲットがあれば船長に伝えてもらえればねそこのポイント連れて行ってもらいますんでね。さあちょっとねまた、場所を今、変えました。ちょっと青物の反応出てますね。34メーター。
で下から5メーターぐらいビーッつって反応出てます。でここでね今場所を移動してきてちょっとね青物の反応が出てきたんですね。ロッド今ね634に再び持ち替えました。まあ、青物の反応のあるレンジまでね少し今度はね根魚と違って幅広く、探っていきます。ヤガラさんでございましたね。ヤガラですね、ここぞっていうタイミングで今かかってきたんでかなりこう期待して上がってきたのは赤ヤガラですね。基本的にはヤガラであったりとかもしくはマトウダイ、この類がね上がってくるときっていうのはちょっと潮が行ってないときが多いターゲットなんですね。なんでまあそういう意味ではね、釣れたターゲットによって、その日の情報ね判断することもできます。よし、ね、ボトムから少しロングで誘ってきてで少しショートめのピッチで、誘ってきたところですね。今度はね少しショートなピッチで探ってきたところで今反応してきました。メタリッチクエスト R634、ね、今度サイズアップしましたよ。そして魚は、今度はですねサイズアップしたヤガラです。よいしょ、ありがとうございます。でかいですね怪しいなっていう引きは怪しいんです、ね、赤いヤガラでかい でここでですね R のゼブラのレッドですね、これで6種をちょっと狙っていこうという形で、ジグの色タイプ変えていきます。ちなみにねこのねゼブラのレッドっていうのがロックフィッシュに対してね特効的に効く場面っていうのが非常に多いんですね。じゃあいきますね。でまあ三好で釣りする際もねこのように体を完全に安定させる、これがね、ジグの操作においては結構重要になってきます。今ねかなり、小さい動きでの上方向のアクションに当たってきてますね。まあ、ファイトするときはねこのロッド角度をこのようにね保持をしていって、まあ、リーディングでね対応していくというのがね、スロージギングロッドの扱いの基本になります。魚狙いですけどね、ヤズですね、すごい元気なヤズ。あ、ごめんなさい、はい、はい、ありがとうございます。よし、ね、寝魚特攻と言いながらですね、ヤズでございますでも面白いと思います、ね、結構食ってくるんですよね、この色もね。海峡が良ければねもっとね、沖まで出れるんですけどね、まあ、それでも当日行ける範囲でもね非常にこう反応が濃い、そんな中で今ね633スローブラッド R の130今持ってね、釣っています。R633、ね、おーいー、ジグはね R の今
ゴールドグリーンですね。おお、いいね。はい、見えてきましたよ、青いやつ。はい、すいません、ありがとうございます。今ね、ちょっと魚礁周りに入ってきたところ、やつですね。ねブリブリストロブラー R、ね、メタルチクエスト α633、 いいファイト見せてくれました。ここでね、日中日が高くなってからいよいよ、鳥山が立ってると、いう感じで、まあ、これはもう完全に青物がベイトを追ってるという状況 で、まあ、ちなみに鳥がね、あんだけ、水面から近いところを飛んでると、まあ、それにね、距離が比例して魚もだいぶ水面に近いといった状況なんですね。始めてます、釣っていきましょう。ちょっととりあえず4番入れて、場合によってはね、180度、少し水深深いです。 60m 前後に、ね、なってきますんでね、メタリチクエストの α 今634、場合によって635、あ、685、ね、ジグはスローブラッドのロング、ちょっと潮見ながらですけどね、100、マックスで180まで入れましょう。こっちの130ちょっと今使いつつ、潮、もうちょい手返しを送っていった場合には180、ね、やっていきますよ。今これね、使っているのが、スローブラッドの L、これのね、ラグーンというから、まあ、淡いブルーにね、グローの、ストライプ1本入るんですけれどもね、これは海域によってはね、非常に青物に効果的という形で、まあ、自由もね、そういう意味では何色か揃えていくと、状況に対応することが可能になってきます。あー、しかったー、ね、もう今ロングホールのライン止めてきましたね。ロッドはね、今、クエストアルファ634です。少しね、長めにポーンってジグ飛ばしてたところ、もう完全に抑えてきましたね。まあ、スロージギングのロッドのね、ファイト、この角度をね、ずっと維持しながら、リーディング、それとリールのドラグ、性能ですね、これをまあ生かしながら、魚を上げてくると、まあ、メタルピッチのクエストアルファ、ね、それでもね、比較的粘る音です。ね、最初のフッキングであったりとか、もしくは、ね、強引に魚を、ね、根から剥がそうと、いったシチュエーションなんかでね、ここぞというところでの粘りはあります。基本的にはね、このような形で角度保持してファイトしていく。魚がね、このように出るときには、魚を走らせる、そして負けるときに、寄せてくると、いった形でね、まあ、基本細いと 1.5 号を中心に、まあ、上限、まあ、2.5 号ぐらいまで、の P を使っていくスロージギングになりますんで、
まあ、魚と喧嘩をするというよりはね、魚をいなしながら上げてくる、そんなイメージでファイトをしていく、これがスロージーイングで、ね、ファイトの一つの方法になりますね。偉大ですね。よし、もう一発回します。はーい、はい、はい、ありがとうございます。イエース、イエース、やりましたね。スローブラッドね、L の130ポーンとね、少し、4パワーのクエストアルファで今飛ばして、でフォールの最中止めてきましたね。最高に楽しい、メタリッチクエストのアルファ、今ベルトジョイントではないんですけど、まあ、変速ジョイントね、こんな感じで、ジョイントになりますね。まあ、今までワンピースクエストメタルチシリーズだったんですけどね、まあ、こういった格好でジョイントできるんで、持ち運びのサイズはこれ ね、こちら、ご覧いただいている通りね、実調性能をね、維持しつつ、さらにねこのポータビリティのね、非常に性能を上げています。でそういう意味ではね、交通手段を選ばずにね、皆さんねスロージーイング、楽しんでいただくことができるというロッドになってますんでね、ぜひ皆さん楽しんでくださいね。